こんにちはかない北のカメラにゃー。今日カムイは根室食堂すすきの総本店さんに遊びに来ているにゃー。なぜかというと、なんとこの根室食堂さんで今日からランチタイムでビュッフェが食べれるようになったにゃー。他のお店とどんなところが違うのか調査してみるにゃー。ゴー。うわー、すごいにゃー、すごいにゃー。早速取り分けてみるにゃー。皆さん、今日から始まる根室食堂のランチビュッフェ、なんと全部で65種類ものおかずがあるらしいんですけど、その中でも特徴的なのが、なんとそのランチビュッフェでこの海鮮が食べれるところなんだにゃ。なかなかランチのビュッフェで海鮮食べ放題ってないにゃ。見てください、この新鮮な海鮮の数々。基本的に6種類ぐらいいつも置いてるそうなんですけど、主にやっぱり根室食堂さんですから、主にあの北海道近海のお魚をもう毎日毎日現地直送で揃えてくれてるらしいにゃ。なまら美味しそうじゃないですか。北海道の海鮮、これを食べに来るべきだにゃ。早速ちょっとマダイからカム一個一個取っていきたいと思います。美味しそうだにゃ。なんかもうね、お箸で持っただけでトロトロプルプルなのがわかるにゃ。でも無理だにゃ。全部撮りたいところにゃんだけど、まあ、ちょっと今ね撮影 してるから、まあ、ちょっと厳選して撮っていくけど、その中でもマグロもビーフで食べ放題で食べれるんですよ。皆さん信じられますか、マグロもビーフで食べれるんですよ。この一番大きいやつをカムイズズシノで持っていこうと思うにゃ。カツオとかタコとかもあるんだにゃ。そしてホタテも、皆さんホタテもこれ食べ放題に入ってるからにゃ。当たり前に取っていくよカムイは。美味しそうだにゃ。しかもなんとこの海鮮類にゃんだけど、毎日日替わりでネタが変わるらしいにゃ。だから毎日来て食べても飽きないにゃ。そしてなんか焼き魚もあるにゃ。あ、美味しそうだね焼き魚。ちょっとカムイ焼き魚も好きだからサバ持っていくにゃ。美味しそうだね。そしてもう一つ特徴的なのが、なんとここではビュッフェでお寿司も注文できるにゃ。その時に欲しいお寿司のネタを注文すれば、その場で握って渡してくれるにゃ。ということで注文してもいいですか。はい、ありがとうキビ。じゃあどうしようかな。イクラとタコとマダイをくださいにゃ。こうやって目の前で握ってくれるにゃ、すごく嬉しくにゃいですか。ちょっと握ってもらってる間に、その下のメニューもなんと揚げ物もあるんだにゃ。カキフライもあるにゃ。カキフライ食べよう。お皿が、お皿取ってくるにゃ。いやもうね、食べたい、取りたいものありすぎて一皿じゃ絶対足りにゃいよね。あ、これ持ってきちゃった。カキフライを2個ぐらい持っていきまして。あ、ここね、ここね。カメはこのタレでいただきます。はい、お待たせしました。ありがとう、キビです。見てください、目の前で握ってもらったお寿司です。見てください、ネタがめちゃくちゃ大きいにゃ。イクラがこぼれております。ミニアさん、これ食べ放題ですよ。後でゆっくり味わっていただきたいと思いますにゃ。そしてやっぱりね、北海道といえばザンギ、これ欠かせないにゃ。ハムイも大好きなザンギ、串がたくさん置いてあります。これもビュッフェの中に入ってるので、みんな食べてにゃ。ここでゆっくりいただくにゃ。でここからはね、揚げ物もあるんですけど、なんと肉じゃがとかシューマイとか焼きそば、ジンギスカンもあるんだにゃ。ジンギスカンも美味しそうですにゃ。なんか肉じゃがとかもすごいなんか家庭料理っぽくて良くないですか。ランチタイムだからなんかお弁当のね味が食べたい時とかいいかなと思うにゃ。エビマヨ、あ、こっちは中華ゾーンになるかにゃ。海鮮も食べれるし、家庭料理も食べれるし、そして最後に中華までありますよ。皆さん食べたいもの何でも食べれるにゃ。花咲ガニの鉄砲汁、
根室といえば花咲ガニだにゃ。ちょっと今食べたいと思います。いらっしゃいます。ちゃんとカニが入っているにゃ。この時点ですでにカニの出汁の香りがすごいするにゃ。飲むのが楽しみだにゃ。そしてなんとなんとこれだけではございません。なんとこちらのメニューもビュッフェの中に含まれているにゃ。デザートとかもあるにゃ。すごいにゃ。ちっちゃい子も喜ぶにゃ。でもちろんジュースとかも飲み放題だにゃ。ここまでで全部でなんと65種類の品物が毎日ランチで食べ放題だにゃ。あ、ごめんなさい、訂正します。毎日じゃないにゃ。日曜日ランチは日曜日と月曜日がお休みで、火曜日から土曜日まで毎日やっているにゃ。そしてなんとこの量を食べれて、この海鮮も家庭料理も中華もお味噌汁もジュースもデザートも食べ放題で、なんと全部合わせて税込み1080円で食べれるにゃ。安すぎにゃい、安すぎにゃい。これはね、お昼皆さん来るべきですよ。そしてなんともう一つ、カムイは16歳だからまだ飲めないけど、飲みたい人はなんとビール1杯100円で飲めるにゃ。ランチタイム限定です、ね、ちょっとね、あのお昼にお休みがあって、お昼にご飯を食べに来ていっぱいやりたいというお父さんも気軽に飲める値段なので、ぜひぜひ1杯100円ビール一緒に飲んで頼んでみてにゃ。いっぱい取ったので奥行って食べたいと思うにゃ。それではさっき取ってきたビュッフェの品物の数々食べてみたいと思うにゃ。いただきます。まず花咲ガニのお味噌汁から。あ、まら美味しいにゃ。あのね、花咲ガニの出汁がね、もう効くだけ効いてるって感じがするにゃ。美味しいにゃ。あと身はちょっと後でゆっくりいただくとするにゃ。花咲ガニの出汁が存分に出たお味噌汁を味わった後は、刺身といきたいところだけど、カムイやっぱりザギからいくにゃ。いただきます。うん、サクサクとした軽い感じの衣がいいにゃ、うん、中のお肉もすっごい柔らかいにゃ。味がすごい染みてる北海道のザギって感じだにゃ。では早速さっきビーフで取ってきた刺身を食べたいと思いますにゃ。まずは一つ目はマダイ。いただきます。生にゃ美味しいにゃ。もうね、身がプリプリ、肉厚のプリプリだにゃ。ではお次に、まさかビュッフェで食べれると思わなかったマグロをいただきたいと思いますにゃ。いただきます。見てください、一つの切り身が大きいんですよ。いただきます。プリプリのトロトロだにゃ。口の中でとろけていきます。マグロたまら美味しいにゃ。ほんとね、これね、1080円で食べれるクオリティじゃないよ。美味しいよ。さっき直接握ってもらったお寿司も食べたいと思います。どれからいこうかにゃ。迷うけど、まずはこぼれ落ちているイクラからいただきます。見てもらったら分かると思うけど、一つ一つの粒が大きくて、あと歯ごたえがあるんだにゃ。噛むたびブツ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 言うの。たまら美味しかったにゃ。いやー、もう最後もう一回だけ食べていっちゃおうね。いや、美味しかったにゃ。1回目取ってきた分もう食べちゃったにゃ。もう撮影どころじゃないよ。もう次の分取ってくるわ。行ってくる行ってくる。みんなぜひぜひ眠
室食堂ランチ遊びに来たにゃー。